社団法人日本産業巡航見本市協会は、かつて日本に存在した輸出振興を目的とした社団法人。この記事では、前身の日本機械巡航見本市委員会、日本産業巡航見本市委員会についても記述する。第二次世界大戦後に、日本産業が目覚ましく復興し1950年代に、機械工業の設備近代化や新技術投入や、 政府の保護政策により、新産業の確立や量産体制が整う中で、機械輸出業界が積極的な海外宣伝による輸出振興策の検討を行い欧米諸国の宣伝活動をしのぎかつ経済的で、日本産業の全体像を示しうる抜本的方策として、日本機械輸出組合が巡回見本支線構想を立案。日本での船を用いた、 日本史の試みは、本協会以前にも1941年に、日本産業協会、日本機械製造業組合連合会主催で、大阪商船の移民船、モンテビデオマルの中間板を用いた南米方面での機械見本市船展示会、1951年には、兵庫県主催で新造船、三ヨタママルの船ビロ一部を用い、東南アジアやアフリカで、 見物産展示を行った試みが確認されて、オリモンテビデオまるでの展示会は、太平洋戦争開戦に伴う、船舶打砲により中断となっている。1955年に、日本支線計画を議決し政府の財政支援援助を得て、翌年に、日本機械巡航見本市を開催。機械巡航見本市の成功を受けて、日本の全産業を網羅した輸出振興を図るべく、 輸出、工業関連30団体の協力と、通商産業省、外務省、運輸省の指導のもと、日本産業巡航見本市委員会に発展しその、貢献本市専用船の就航を見据え、高級的な、運営組織として1961年6月に、社団法人、日本産業巡航見本市協会に改装。前身の機械巡航見本市と合わせ13回の、 海外派遣による日本産業巡航見本市を実施し延べ121、各国、非公式機構の4校を含めた計148校で212万3137人の来館者を迎え、約32万6000件の商談引き合わせを行った。1970年代に入ると貿易の発展で外貨準備庫が、 年々高まり1972年に準備校が183億ドルを超え輸出促進策が問題視され、第10次巡行以降は、相互貿易振興の増進と国際親善に配慮して、日本史協会ブースで日本の文化や実情を説明する展示や、対日貿易相談窓口を設け11.13次巡行では、英称をジャパンフローティングフェアに改める他十三次巡行では、 アセアン加盟国等の発展途上国の産品展示も行われた。この他事業を多目的化策として中国への日本支線派遣や1972年から74年にかけて調査を行った東南アジア各国の連合による日本支線運航計画の検討や他の発展途上国に巡航見本支事業の指導を行ったもののいずれも実現しなかった。 第2次高度成長期以降は、企業の海外進出や国際化の進展で、投資効果の減少から大企業の巡航見本市出展が減少し、1978年の第13次巡航見本市戦の終了後は1979年に、日米貿易摩擦に伴う、米国産品輸出振興策として、アメリカ商務省主催の米国産品巡航見本市、 ボーティックアメリカの受け入れ業務を行った後事業の正確と民間資本投入と補助金の総量による投資効果を考慮し目的を達成したとして1980年10月に解散した。1980年時点、運行業務は大阪商船並びに後ろ見の大阪商船、三井船舶に委託。ありがとうございます。